皆さんこんにちは、こんばんは。今、私はダルママイキです。今は地域活性化と、多文化共生を、まあ、交流した取り組みをしております。本日はよろしくお願いします。大丈夫ですか？さて、ちょっと話を進めていきたいと思うんですけども、皆さん、ちょっと最初に私の話をちょっと聞いてほしいんですけど、一生懸命ってかっこいいですよね。ありがとうございます。一生懸命ってかっこいいですよね。もう本当に一生懸命なところがめちゃくちゃかっこいいって思ってるんですよ。もうとにかくかっこいい、めちゃくちゃかっこいい。一生懸命が話がわからない、一生懸命がわからない。あ、ごめんなさい、ちょっと仕方ないな。いろんなかっこいいがあると思うんですけど、例えばあの子はサッカーができてかっこいいとか、100点が取れてかっこいいとか、いろいろなかっこいいがあると思います。皆さんって何がかっこいいっていうのは、〇〇がかっこいいっていうのはありますか？イケメンがかっこいい、イエス。そういうのは、まあ、あなた自身がかっこいいっていろいろとあると思います。かっこいいって基本的に他の自分が他の人に対して優れていることを指している言葉なんじゃないかなと思いまして、そのまま話せばいいですか、そうやって話だと思いまして、基本的にようやく来たんですけど、かっこいいっていうのは、まあ、基本的に指標の一つになるんじゃないかなっていうのは思います。だから皆さんって、ごめんなさいね、ちょっといろいろハプニングがあったんで落ち着きました、ありがとうございます。基本的にかっこいいって、あの子がかっこいいっていう感じで、まあ、自分よりも他の人が優れているときに使う言葉だと思います。いわばそれは一つの指標ですよね。その指標っていうのは、まあ、皆さん正直な話、かっこいいって言われたいですよね。言われたいですよね。うんうん、ありがとうございます。うんうなずいてくれてありがとうございます。基本的に皆さん言われたいと思います。でも大体そういう時って、自分のかっこいいよりも周りが出してるかっこいいに従って動いてると思うんですよ。でそういう時って大体損だと思いませんか？例えば iPhone12 が出たとしましょう。この iPhone12 はあなたにとってとても損しかないものです。なぜなら今あなたは iPhone11 を持っていて、これを買ってもあんまりいいことがないから損です。でも周りの人たちとか TV とかで iPhone12 最高です、皆さん買ってください、これを持ったらかっこいいですよっていう宣伝あるとしましょう。で家族の人たちが iPhone12 使い始めました、それがかっこいいから、あなたはどうしますか？使いますか？高い高い、まだ値段のこと言ってないんだけど。そうだよね、今11持ってて12買ったら損しかないよね、高いもんね。でも皆さんに合わせるってことはキリがないんですよ。半年後また13出たらまた買うよね、また買いますよね。14出たら買いますよね。周りに合わせていくってことはキリがないんですよ。だからこそ自分の中でしっかりとした目的を持って、自分は今 iPhone7 を持ってて、 iPhone12 が自分にとっていいことだから、いい、自分にメリットがあるものだから買うっていう目的だったら、自分の中でしっかりしてるから iPhone12 で買うだけで済みますよね、みんなに合わせるよりも。でこれからの現代社会、みんなに合わせていくっていうのも確かに必要です。別に僕は自分の中でしっかり持って犯罪をしろとは言ってません。自分の中でしっかりと目的を持って活動していくことが、この先求められるものがあります。しっかりと自分で主観を持って活動していくこと、それがこの先将来で活躍するには必要なものです。でもですよ、なかなか長続きしませんよね。例えば痩せたい、皆さん痩せたくてダイエットして最高何日続きました？1年続いた人いますか？すごごめんなさい、僕三日坊主だって言おうと思ったんですけど、大体ダイエットとか自分で意思をもはっきりしてやるものってなかなか長続きしないんですよね。だから、まあ、確かにマイケル、自分の中でしっかり判断を持ってやることは必要なことだと分かった、だけどさ長続きしねえんだよ、どうすりゃいいんだよマイケルっていう時にこそ、一生懸命がかっこいいっていうのを私は提示したい。皆さん分かりますか？自分の中で一生懸命ってやるのがかっこいいっていうのを私は提示したいんです。まず一生懸命ではかっこいいっていうのの一生懸命について説明していきたいと思います。一生懸命とは、一生かける命と書いて一生懸命です。
命とは日本の固有表現で物事のことを指します。つまりどういうことか、今死んでもいい、次死んでもいいっていう覚悟、今までの人生をかけるつもりで一つ一つ物事にかけていく、それが一生懸命であるということです。この表現は英語では直訳できない日本固有の表現となっています。だからこそ一つ一つ一生懸命やっていくっていうことが、まあ、命をかけてこの後死んでもいいやって思うくらいに真面目に取り組んでやっていくことを一生懸命だと思ってください。それを理解した上で次の話に行きます。で、一生懸命はかっこいいって具体的にどうするのかっていうのを説明をしていきたいと思います。まずステップ1、何事も一生懸命に尽くしてください。多分皆さん苦手なことがあったり苦手な人がいたらなんだかんだ言い訳をすると思いますね。怖いおじさんがいたら声をかけようとは思わないですよね。ね、思えないもんね。思えないですよね。でもそういう時に自分の中でこの人にかけたいっていう確実な意思があるんだったら、その直感に委ねて行動してみてください。何事も一生懸命にやってほしいと、まずは第一歩。でも大体こういう時って失敗したらどうするのさ、転んだらどうするのさ、いっぱいそんなこと言う人はいると思います。そういう時にステップ2です。過去の自分と競ってみよう。これはどういうことか、たとえ今自分が失敗したって次の自分は乗り越えばいいじゃないか。で、仮に今自分が過去の自分が転んだんだったら、その失敗が何で失敗したのかを分析して次乗り越えればいいじゃないかということです。失敗は成功のもとって言いますよね。それがとても大事です。でもこれってこの失敗が一生懸命やった結果の失敗じゃなかったら分かんないんですよ。手を抜いて失敗したんだったら分かりようがないじゃないですか。だからまずは一生懸命やって、失敗したら失敗したで次の自分がリカバリーしていけばいい。苦手なことがあった、人前に立てなかった、まずは一言喋ってみよう、噛んでしまった、じゃあ次の瞬間は一生懸命やって噛んでしまったんだったら別の方法でやってみようじゃないかと、そういう感じに考えていくんです。でも基本的にこれは自分の中でずっと繰り返しやっていくことなので、とても緊張するし、とてもバカにされるし、多くの人から笑われてすごい孤立な気分になります。やめたくなる時もあるでしょう。そういう時に自分が信じたかっこいいを、そのかっこいいという判断に従ってください。周りがどう言おうと、自分がかっこいいんだから、自分がかっこいいって思ってるんだから、それでいいじゃありませんか。今あなたがやろうと思って、あなたが信じられないものだったら誰が信じられるんですか、その活動を。自分でかっこいいと思ってるんだったら、ずっとその意思を信じて突き進みましょう。これが一生懸命がかっこいいという考え方の真髄です。ぜひ皆さんにもこの考えを身につけてほしいなって思ってここに立ってます。で、私のちょっと経験を話させてください。私はもともと今ここに立ってますけど、ものすごく昔は上がり症で、それこそ人前に立ったらもうこういう感じでロボットみたいに動いて、どうも皆さんこんにちは、どうも誰もマイケルですみたいな、すごいもうカミカミで何も言えなくて、でも目立ちたくて、でも目立ちたい、だからこそみんながやってるようなことを試すんです。それがかっこいいって思えるし、みんなと同じように原稿を完璧に覚えて完璧に言って、でも合わない、そういう時に一生懸命がかっこいいという言葉に従って、みんなの道から反対したことを歩んだとしても、自分がやれる、一生懸命がかっこいい、これがかっこいいって思ってるんだったらそれに突き進もうと思って、まずは原稿を捨てた。原稿を覚えることは自分に向かないって思ったから、次に一歩人前に出ようと思った。その方がもっとみんなにの顔が見えると思ったから、そうやって自分が最初は人前で一言も話すことすらできなかった少年が、今こうして皆さんの前でね、ちょっと緊張しながら話しています。今ものすごく楽しいし、たとえここで僕が一生懸命やった結果失敗したりしたとしても、また明日とか明後日の自分がそれをリカバリーして別のところで生かしてほしい、そういうのが今の僕のスタンスです。だから皆さんもぜひ一歩踏み出してみませんか。一歩踏み出してみて、まずは過去の自分よりもかっこよくなりませんか。そしてもう一歩、自分だけの未来を切り開いていきませんか。そうやって自分の未来を切り開けたら、最終的にもう一歩、誰かの背中を押していきませんか。それが僕の一生懸命がかっこいいと
という考え方です。では最後に、せっかく一生懸命がかっこいいということを皆さんに教えたので、皆さんと一緒に掛け声をして終わりたいなと思います。僕が一生懸命はって言うんで、皆さんかっこいいって言ってくださいね。練習いきますよ、いきますよ。一生懸命はこれの3倍は出せますよね。いきますよ、いきます、最後いきますよ。一生懸命はかっこいい。以上です。ありがとうございました。